皆さんこんにちは。浅岡瑠璃子さんといえば日本人離れした美貌でデビュー当時から注目を集めていましたね。年齢を重ねた現在でもその美しさは健在です。今回は浅岡瑠璃子さんの結婚と離婚の理由、国籍について調査してみました。まずはプロフィールから紹介します。浅岡瑠璃子さんの本名は浅井信子さんと言います。誕生日は1940年7月2日の現在82歳です。血液型は A 型。職業は女優です。浅岡瑠璃子さんは満州国新疆市現長春に4人姉妹の次女として生まれています。父親は満州国経済学部大臣秘書官でした。1943年、浅岡瑠璃子さんが3歳の時に家族と共にタイのバンコクに転勤しています。終戦後はパンパートン抑留所へ強制収容されましたが、翌年の1946年7月に日本に引き上げ、東京神田へ移っています。豊かな生活から一変し、帰国後の生活は貧しかったそうです。1954年、浅岡瑠璃子さんが14歳の時、映画「緑はるかに」のヒロインの瑠璃子役を募集しているのを知り応募したそうです。浅岡瑠璃子さんは3000人の中から選ばれ、女優デビューすることになりました。映画緑はるかには翌年の1955年に公開され、浅岡瑠璃子さんは美少女として話題となり、瑠璃子カットが流行しました。映画緑はるかには当時はまだ珍しいカラー映画でした。浅岡瑠璃子さんの芸名は映画緑はるかにに由来しています。ヒロインの名前瑠璃子と本人の本名から朝の一字を取り、緑はるかにのイメージから丘という字をつけて浅岡瑠璃子となったそうです。その後、日活の看板女優として数多くの映画に出演し人気を博しました。1964年には夕日の丘でレコードデビュー、その後は映画の主題歌などを中心に歌手としても多くの楽曲を発表しています。浅岡瑠璃子さんの現在までの映画出演本数は150本以上にも上ります。浅岡瑠璃子さんは私生活では1960年頃に一時小林旭さんと事実婚の関係にあったそうです。しかし1961年8月に破局しています。破局の理由は何だったのでしょうか。2人の熱愛については浅岡瑠璃子さんによって2015年7月に日経新聞の私の履歴書で明かされています。また小林旭さんサイドも2016年1月から始まった朝日新聞の連載コラム「人生の贈り物私の半生」で浅岡瑠璃子さんとの恋愛破局について語っています。浅岡瑠璃子さんは30回に及ぶ連載コラムの第7回で運命の人小林旭さん海外ロケの合間にデートという見出しで当時の熱愛時代を振り返っています。一目会った時から私は恋に落ちていたと、14歳で銀幕デビューしてから3年後の1958年に小林旭さんと出会った時の衝撃を浅岡瑠璃子さんはそう語っていました。会っているだけで楽しかった、若い二人はほとばしる情熱を抑えきれずにいたと当時を語りました。運命の人と感じた二人はすぐ両思いになり、ほとんど毎日一緒に過ごしたそうです。当時を知る芸能関係者は、2人の交際は当時の映画関係者の間では周知の事実でした。それでも自然ないい演技につながるからと、2人を恋人役で何度も共演させたんですと語っていました。しかし第8回では一転、お嫁にください、父拒絶、明さんとの関係は自然消滅との衝撃的な見出しでした。内容は後日談だが、明さんから衝撃的な事実を知らされた。実は父に信子さんをお嫁にくださいと直訴したことがあるというのだ。残念ながらうちの娘はまだ嫁にはやれません、父ははっきり拒否したという。私は22歳でまだ女優としては成長中、身を固めるには時期尚早と考えたのだろう。私の将来を考えた上での父の判断だった。もし明さんと結婚していたらどうなったかしら、今でも考えることがあると綴られていました。朝日新聞の小林明さんのコラムでは、俺の自宅に瑠璃子の両親を招待して酒を飲んだんだけど、どういう具合か酔っ払ううちに瑠璃子のお父さんに
どこの馬の骨かわからんやつに娘を嫁にやれるかと言われてしまった。瑠璃子の両親とはそれ以前から顔は合わせていたけれど、それにしても馬の骨とまで言われなきゃいけないような仕打ちを俺はこの人たちにしたか、そう思ったら瑠璃子との間に隙間ができていってしまったと、破局の原因は朝岡瑠璃子さんの父親にあったことを明かしていました。朝岡瑠璃子さんと別れた後の小林明さんはというと、美空ひばりさんが接近し、結婚に至るも2年で離婚となっています。朝岡瑠璃子さんはというと、小林明さんと別れてからは生活が荒んでいきましたが、兄のように慕う石原裕次郎さんに励まされ、持ち前の根性で持ち直したとのことです。石原裕次郎さんとは小林明さんよりも前の1956年に初共演しています。朝岡瑠璃子さんは石原裕次郎さんについて、裕ちゃんは6つ上、頼りがいのあるお兄さんという感じで、まだ恋愛感情はないと語っていました。小林明さんと同じように石原裕次郎さんとも撮影の合間によく食事を共にし、酒を飲み交わし、いつも一緒にいたそうです。しかし石原裕次郎さんとは最後まで兄弟みたいな仲だったとのことでした。朝岡瑠璃子さんは1971年に石坂浩二さんと結婚しています。馴れ初めは1971年1月から放送された日本テレビのドラマ二丁目三番地での共演がきっかけだったそうです。石坂浩二さんは当初の出会いについて、加賀まりこさんから、朝岡さんはいい女優さんだから会った方がいいわよと紹介されたことだと語っていました。朝岡瑠璃子さんは天才的な女優でありながら、収録の合間に持ってくる手料理が上手で、当時の石坂さんはすっかり胃袋をつかまれてしまったとのことです。1971年3月21日、当時の人気番組スター千一夜に2人揃って出演したことがあります。司会者から結婚を決めた理由を尋ねられた時に、石坂浩二さんは彼女のことが好きで好きでたまらなかったと答えるほど、朝岡瑠璃子さんにベタボレだったそうです。朝岡瑠璃子さんは結婚を決めた理由を、当時私は30歳でそろそろ結婚してもいいかなと思っていたし、石坂さんはあなたは女優だ、結婚しても仕事を選んで女優を続けてくださいと言ってくれましたから、それに彼は趣味が多彩でとても博学でしたから、一緒になれば自分を磨くことができて高めていくこともできると思ったんですねと語っていました。そんな仲の良い2人でしたが、結婚から5、6年すると石坂浩二さんは自分専用のアトリエが欲しいと言い、別居生活になったそうです。しかし別居の理由は創作活動ではなく女性との生活だったそうで、それを知った朝岡瑠璃子さんは激しく動揺したそうです。一旦冷却期間を置こうと考え、別居生活を始めたそうです。別居生活は15年以上も続いたそうです。しかし石坂浩二さんから、ずっと家にいてくれる女性と一緒になって母親の面倒を見たい、子供も欲しいと言われ、離婚に応じるしかなかったそうです。離婚したのは2000年のことでした。さらに驚くことに、離婚会見の5日後には石坂浩二さんは再度会見を開き、21歳年下の女性と再婚することを発表したのです。朝岡瑠璃子さんは石坂浩二さんと結婚、そしてやがて離婚となったのですが、石坂浩二さんによると、朝岡瑠璃子さんとは今でも良い友人だそうです。朝岡瑠璃子さんは2013年に出版した初の自伝、女優朝岡瑠璃子咲き続けるで、元夫である石坂浩二さんとの離婚秘話を暴露しています。離婚に至ったのですから、恨みや文句の一つや二つ出てきそうなものですが、石坂との生活は得たことばかりで失うものは全くなかった、彼から別れたいと言われなかったら今も一緒にいると思うと綴られていました。辛い別れを経験した小林明さんにも、飛行機の中で偶然出会って思わず抱きついちゃったと明るく前向きに語るところに、朝岡瑠璃子さんの人としての器が現れていますね。過去の辛かった思い出も自分自身の糧として良い方向に消化し、深く根に持たない深い懐の持ち主だと言えます。小さい子供を見つけたら抱きしめてしまうほどの子供好きだったそうですが、
結婚はしても母親という選択肢は自分にはなかった。仕事のおかげでどんなに辛いことも乗り越えることができたから、と語っています。女優と母親の二足のわらじを履くのではなく、あくまでも女優としての人生を貫いている浅丘ルリ子さんには、大女優としての芯の強さがにじみ出ています。そんな浅丘ルリ子さんですが、2013年に俳優の金子典人さんと交際されていることが明らかとなっています。舞台遠い夏のゴッホをお二人で感激しているところが目撃されているのですが、浅丘ルリ子さんが金子典人さんの肩に手をやったり、耳元で何かを囁いたりと、とても仲睦まじいご様子だったそうです。なんとその時浅丘ルリ子さんは72歳、金子典人さんは34歳という驚くべき年の差です。金子さんは2000年、21世紀の石原裕次郎を探せオーディションで最終の10人に残っておられることから、浅丘ルリ子さんが金子典人さんに石原裕次郎さんの面影を重ねているのではとも言われています。ちなみにその後2014年に金子典人さんは女優の柳原京子さんと結婚されています。デートを報じられたのは結婚よりも前なので不倫にはなりませんね。浅丘ルリ子さんは関係者によると、いつもボーイフレンドは30代から50代まで3人ほどいると公言していていますが、金子典人さんを選んだのは、浅丘さんは金子さんにどこか裕次郎さんの面影を感じているんでしょうね。生前の裕次郎さんには女優としてのいろはを教えてもらってきましたから、恩返しの意味も込めて今度は自分が金子さんに尽くしてあげたいと思っているのかもしれませんね、とのことです。浅丘ルリ子さんのそのドラマティックな人生は林真理子さんによって小説にもなっています。タイトルはルリ子。この小説を読んだ方からは、生まれながら綺麗な人だったのね、全盛期を見たいな、まだ存命中にこんな本を書いていいのかと思った、浅丘ルリ子の半生を小林明、恋人、石原裕次郎、初恋の人、美空ひばり、小林明の元婚約者らを交えて描いた物語、現実の世界と華麗な芸能界という絵空ごとの間を行き来して、本当にこんなことがあるんだなと不思議な感覚を覚えた。華やかだった日活映画の絶頂期、テレビへの移行、そして周辺の人の死、正真正銘のスターたる激動の人生である。美しい浅丘ルリ子の写真が目を引く想定、天笠大尉が幼い彼女の美しさに魅せられた話から始まり、戦後の映画黎明期、テレビ時代への移行、石原裕次郎、小林明、美空ひばりなどなど、当時のスターの映画と孤独が生き生きと描かれている。浅丘ルリ子はどんな状況でも堂々としていて潔い、宝石を好まずガラスの光が好きなのは、類まれな美貌に生まれついた自分自身が宝石のように輝いているからなのかもしれない。浅丘ルリ子をモデルに書いたフィクション、ルリ子さん可愛い、最後は涙、彼女の強さに憧れる、などの感想が寄せられていました。浅丘ルリ子さんはその綺麗な顔立ちからハーフではないかとも噂されています。本当のところはどうなのでしょうか。浅丘ルリ子さんの出身地は満州でした。ただ生まれが満州なだけで、両親は日本人のようです。外国生まれの日本人ということですね。浅丘ルリ子さんの父親は東京の下谷出身の江戸っ子だったそうです。父親は当時の名門校東亜同門書院に学び、中央大学を卒業しているエリートで大蔵省の官僚を務めていたほどの方でした。大蔵省から満州に派遣をされて、満州国経済部大臣秘書官という地位だったそうです。浅丘ルリ子さんの父親と母親は満州で出会い結婚をしたそうです。浅丘ルリ子さんは子供の頃は戦争で大変な思いをされたようです。ちなみに日本へ帰国後は父親は国会議員の秘書を務めたそうです。そして現在の浅丘ルリ子さんはというと、結婚はしておらず子供もいないため一人暮らしをしているようです。自宅は豪邸で、何度も部屋をリフォームしているという情報もあります。高級家具や調度品が並ぶ素敵なお部屋だという噂です。東京都内に住んでいるとのことですが、詳しい情報はないため都内のどこかは分かっておりません。今回は大女優
朝岡瑠璃子さんについて調査していきました。波乱万丈な人生も楽しむ魅力たっぷりの女優さんだということが改めて分かりました。最後までご視聴ありがとうございました。